さあ皆さんどうもこんにちは、ダイタラです。スーパーペーパーマリオやりましょうか。さて、ここ、なんだっけ、ザルガッソだっけ、なんかサルガッソだっけ、なんか忘れたけど、宇宙の迷宮、ここに入ったらもう最後と言われているような宇宙の墓場に来たマリオくん。今日はここの攻略の続きからやりましょうか。前回ね、ちょっと冒頭だけ少し攻略したところで終わったのかな。で、前回ね、鍵をゲットしたんですよ。一つ、鍵をゲットしたので、今日はその鍵をね、オープンするところからやっていきましょうか。ねえ。ここのね、次元技で超えた先。えい。豚ちゃんいる。ここのね、先、あ、だだだ、ここだね。さあ、鍵開けていきましょうか。次元の鍵。さあ、ここからは未知の領域、進んでいこうぜ、マリオくん。どこに、あ、上に出たんだか、なんだ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 、急に攻撃してきたこいつ、豚ちゃんめ。さあ、この豚ちゃん、可愛らしい豚ちゃんなんですけど、ね、よいしょ、動きが早い。お金めっちゃ落とす、いい子なんですよ。はい、では次。え、今度、なに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 、わからん、もうわからん、全然わからん、それは。さすがにそれはわからんで。ねえ、えい、いやー、どう、なんだこれ、やべ、頭が、みんな、頭がおかしくなる、このゲーム。すげえ、めっちゃすぐ、わけわかんねえ、これ。どういうことなんだよ、これ、ほんとに。ガチどういうことなのっていう。首が2点3点する。おい。いけないよね、よし。ちょっと待って、いけるかな、いけないよね、よし。では次こちら入りましょうか、レッツゴー。今度こっち、なんだこれ。いや、首が、頭がおかしくなる。で、どこまで行けばいいんでしょうか、わかりませんが、とりあえず進めていきましょう。よし、1 敵もね、倒すのが地味にむずいんだよなこれ。くそ。普段人間、今までやっぱノリと勘でゲームしてるってのがわかるな、これ。めっちゃ難しいゲームするのが。はい。あ、やっと、やっとだ、やっと。土管が見えるね、土管。奥には宝箱が見えますが、先にこちら側から行きましょう。入りまーす。さあ、土管の中へ。ここはどこだ？いや、マジで迷宮だな、これ。さて、だいたいコインあるね。大丈夫、皆さん。コインあるときは、ちゃんと受験はさ。いや、ダメだ、これは。これ普通に1枚ずつしかなかったわ。なんか騙された気分。はい、次。1、2、3、4、5。だいたい5枚なのにね、10枚入ってる。いやいや、そんなことなかった。7枚ぐらいって今の。中途半端。ねえ。ここ何？え、これこんだけ？ねえ、赤、なんかありますよみたいな顔して。土管用意してたのに。え、ちょっと待って待って待てちゃったぜ、これ。むずいぜ、これ。鍵ないもんね、もう。鍵がかかってて、開かないえい。開かないえい。困ったなぁ。さて、じゃあちょっとこちら側行きましょうか。なんか手前に変なドアあるから、多分ここでグッとしたら。え？ここは今俺たちが来てたドアだよね。なんかこういうところにどっかなんかあんじゃないのかなと俺は読んでるんだけど、どうでしょう？一回ダメージ食らいたくないな。あるもんな、ドア普通に。え？こことかなんか怪しい。いや、なんもないでですわ。罪ですね、これ。違うな。ここだな。間違えた、間違えた、間違えた。ここのね、上っ側って言ったらいいのかな。上っ側のドア。ここ、ここ、ここ。ここの上ね。うん、下から飛んでいくんだ、多分、ピーチで。これ。ピーチー！イェーイ！ピーチー！最高！さあ、ピーチーで来ました、こちら側。行くのはどこなの？ここはどこ？ピーティークッパになっちゃおうが、クッパークッパダメージ高いぜ、頭ぶつけるぜクッパー、火吐くぜ、踏むぜ吐くぜ吐くぜ、なんか画面外のやつやったね、吐くぜ、もう一度吐くぜ、やべえ敵めっちゃやっつけれんじゃんこれ、吐くぜ、吐けないぜ、なんか貫通するここ、みんな、経験値おいしい。でもクッパ様はそろそろ引退です。皆さん間違えました。マリオに変わりましょう。なんかあるかな、ここ。ドン。む。いや、これ下降りれるぞ、ここ。すげえ。次元技を駆使したウルトラテクニック。頭と天井が逆になるあれーってやつ。よし。さあ、頭と天井が逆になるあれーを使ってきました、ここ。ここどこだ？豚ちゃん落ちて。キュン。キュン。豚ちゃーん！豚ちゃーん！豚ちゃーん！ありがとう、豚。アリブヒ。
アリブヒ。何アリブヒって。あ、ここって一番最初のところだ。来たことあるね、ここ。アリブヒしよう、アリブヒ。アリブヒしてきたわけだけど、ここにドアがまたあったね。入りましょうか。レッツゴー。めっちゃむずい。いや、これ首がもうグワングワンしてる、ほんとさっきから。よし。さてやってまいりました。ここはどこ？あ、宝箱。これ鍵か。イエーイ！次元、猿がゾーンね。のどこかの扉を開けるのに必要な鍵。どこかってその下。いけないの？そこなんか不思議なパワー、ミラクルパワー使って。いけないんですね、ここは。悲しいね。よし。あれ？なんでいけないの？あ、手前からじゃないと入れないなんだ、これ。手前から限定ドアだった。そんな仕様があったなんて。よし、じゃあ戻りましょうか。さあ、長い長い冒険を得て、痛い。長い長い冒険を得て、かっこゴリ押しして、マリオくん。で、さっきのところまでこれで帰ってきたかな。割とね、スーパーペーパーマリオってね、アクションゲームだけどダメージめっちゃ食らっていいからさ、ゴリ押ししちゃいがちじゃない？結構。結構回復アイテムもさ、道中で落ちてるからさ、なんか、いいやーってならない。俺だけかな。みんなもなってると思うよ、俺は。うん、陰ながらなってる。なんか変だな、日本語が。よし、行こう。ウィーンと。ここはどこですか？これ駆使していくの、やだ！いや、やだじゃないんじゃん。え？待って、ここ、アンナ見えてますね。隠された扉よーっていう。ねえ、よく見つけてくれたアンナ。今日も可愛いね。よし。さあ、アンナのね、道しるべによって、こちら先行きます。そろそろゴールじゃないかなと思うんですよね、僕。全然違いそうですね。出たな。機関マンだ。機関マン、すごい。レベルアップ来てしまったか、レベル5。最強か、俺。くないこれ。わーい。なんかこれ変なか、気持ちいい。待って、レベルアップで回復した、俺。めっちゃ操作しづらい。助けて、みんな。めっちゃ操作しづらい、これ。よし。めっちゃ操作しづらい、これ。やばい。よし、やっつけた。うおー。こいつでも経験値意外とくれるから、倒しとこ、ちゃんと。めっちゃくれるやん。君、いい子やな。おーいえい。これ待って、みんな。俺はマリオだからな。こっちもちゃんとチェックしとこう。俺はマリオだからな、ってなってんだな。よし。俺はマリオだからな。なんもない、ここ。ジレンマさ。うわ、なんか気持ち悪い、ここのステージ。いや、脳みそバグるわ、ほんと。よし。さあ、さらに奥へ。上下だけじゃなくて、こんな風に入れ替えみたいなステージが出てきましたね。あれ、鍵って俺もう持ってない気がするんですけど、いかがお過ごしでしょうか、皆様。あら？手セーブしときましょう。多分この先ボスでしょうか。え、鍵持ってないけど。なんかない、鍵。鍵ないね。一個前のところで鍵あんのかな？マジで言ってる？なさそうだったよ。もう一回叩くんだ、じゃあ。こうやって。うわーんだおーんってして。いて。また、脳がバグる。脳がバグる戦いやろう。よし。脳がバグった。あ、ここにドアがあった。そんな誰が気づくんや。みんな気づいてたかもしれんけど。黙っといてくれ、みんな。さあ、ここもまたなんか不思議な宝箱がある。ぬ、ね、なんだよ、これ、マリオー。うわ、最高！わからん、これ。お、宝箱。ブロック3つあるじゃねえか。いた、悪いキノコもいる。いいキノコもいる。世の中にはみんな悪い人といい人がいるからね。騙されないように。よし。さあ、次。よし。さあ、これで、あとはこれでやって、ここの鍵をゲットするだけかな。Hey, thank you! OK! 次元の鍵、サルガッツゾーンのやつですね。OK! じゃあ戻ろうか。ほらみんな見てよ。今、体力満タンで、そう、おそらく、セーブポイントあるので、ボスの手前までやってまいりました。やはりマリオはご利用していい。行きましょうか！レッツゴー！次元の鍵を使って、いざ行かん！いや、ゲームはね、セーブポイントあったらボスだから、ほら、広い空間、遅いっきゅー！あ、おめえか。おめえボスだな、もしかして。待ってたっきゅよー。待ちぶくたびれて、くたびれ冒険になりそうだったっきゅ。んでもって、お待ちどーの。ピュアハートはこの奥にあるっきゅー。大変だったなー。いい子で賢い、たまらちゃん。誰だ？ん？キュンキュン！あんまり褒めちゃいやっきゅー。
ん？って、今のは誰の声っけ？うっ、ルイジー！キュー！クックック！あなた何者？え？俺は、ノアール伯爵に伝える期待のニューフェイス、緑色の貴公子こと、ルイジー、ルイジーだよ。ミスターエル、ルイジー、マジ？ルイジー、ミスターエル？あ、タオラちゃん、ルイジー、ねえ、おとこのイカス名前を覚える必要はないぜ。なぜならお前たちはここで宇宙のモズクじゃなくてモクズになっちゃうんだからな。赤いからって強いと思うな、覚悟しろ。ルイジと戦うの？待って待って待って、ルイジ、ミスターエル、ノアール伯爵に新たに使えるようになった謎の戦士。ヒットポイントは40、攻撃力は3、高いジャンプ力を武器とする。力を貯めた後に繰り出されるスーパージャンプは特に攻撃力が高い。それが特に注意 しなければならないことはないわ。かわいそう。それよりなぜか彼からはマリオと近しいものを感じるわ。そうだよ、兄弟だもん、ほら。ねえ、ほら、うん、ほら、嘘だろ。びっくりするぐらい、あ、スーパージャンプ来た。え、何それ、何それ、何嘘だろお前。ルイジ、回復とかさせへんぞ、当たり前やろ。終わっちゃったけど、え、弱くない？え、びっくりするほど弱かったぞ。くっそー、なかなかやるじゃねえか。ねえ、こう、へい、こうなったらカムヒアーメタルブラザー。何メタルブラザーって、ん、うわぁ、何神破ってきたで、機械が出てきた。ルイジだ。はははは、見たか。これこそ俺と魂のつないだ、魂をつないだ鋼鉄の兄弟、その名もエルガンダー。かっこいい。さあ遊びの時間はおしまいだ、今度こそ覚悟するがいい。ビリッと破けたけど、これタマラちゃん使うシューティングゲームちゃう。この空間ならエルガンダの性能を 100% 発揮できる。年中ジャンプばかりしてるジャンプマニアに俺の方がすごいこと見せてやる。よし、エルガンダ、ミスターエルが作り出した宇宙戦闘用ロボット。ヒットポイントは255、攻撃力は4、防御力は3、炎に対する防御力は6だ。多彩な武器を搭載し、さまざまな角度から攻撃してくる。特に相手の攻撃を避けつつ、とにかく相手の攻撃を避けつつ、タマラのビームを打ち込むこと。あと、時々、漂ってくるチョコバーを食べるとパワーアップできるわーって。パワーアップが漂ってくんの？ねえ。痛い。ほら、なんか出てきた、スピードアップだって。やった。ほら、チョコバーを取るのです。パワーアップ、よ、ミサイル、ミサイル、オン、ミサイル、ミサイル、また見てきたせよ、イエーイ。チョコバー美味しい、めちゃくる、めちゃくバリアー、チョコバリアー、チョコバリア最高。スピードアップ、あれ終わったけど、え、弱くない？ちょっとな、バカな、いや、ダメージ1も受けてないが、なあ、あら？そんな、エルガンダがやられるにゃんて。今日はこのくらいで勘弁しといてやるぜ。だが、覚えとけよ。次に緑の女神が吠えむのは、この俺、ミサーエル・ルイジーだ。言っちゃった。なんだあいつ、お前も、タマラちゃんは緑だったわ、そういや。ひどみあったきゅん。でも気を取り直して、ピューハートはこの王国キュン、ついてくるキュン。おい、イエイ。ルイジー、またね。いや、ガチでルイジー何だったんだ。いや、ガチ、弱すぎてなんか、びっくりしちゃった、今の。あら、終わりかな？ママー、ママー、連れてきたキュー。ママ？ねえ、やっとここまで来たキューね。さあ、ママに挨拶するキュー。おう、ママ、これが僕のママ、タマラン王国の女王、タマリン14世の像だキュン。女王がママ、じゃああなたは王子やったん？僕は大昔栄えたタマラン王国の王子、タマラ転がり犬タマリンキュン。おう、ねえ、キングじゃない、プリンス。ねえ、隠しててごめんキュン。悪い奴に狙われるから秘密って約束だったキュン。
ずっと昔、ママはある人たちに未来の世界に破滅の危機が訪れることを聞いたっきゅ。そして混沌のラブパワーによる破滅を防ぐためにはピュアハートが必要なことも。だからママとその人たちはピュアハートを誰にも近寄れないこのサルガゾーンに隠した後、僕を冬眠カプセルで1500年先まで眠らせたんだっきゅ。あら、タマラ。じゃあもうママおらんねんよ、この世界に。やがてこの世界にやってくる勇者をここへ導くために、世界を破滅から救うために、お前が勇者だ、タマラ。そうだったの。え、タマラええ子やんなあ。チョコ1500万年前はなかったやろ多分なあ。それは美味しいわ。タマラン王国の王子タマラが女王からのメッセージ伝えるっきゅ。ピュアハートをあなたに託す。それで世界を救うっきゅ。さあ受け取るっきゅ。タマラありがとう。さて、これが4つ目か5つ目か忘れちゃったけど、ピュアハートです。フェアリーの数もめっちゃ増えて、今じゃ7体。1500年の時を得てゲットしたの、ピュアハート青いやつ。サンキュー。いやー、タマラ、緑はお前のものだ、持ってけな。わー、安心したらなんだか眠くなってきたっきゅん。ちょっと眠るっきゅ。そう言うと、タマラは母親の像の前で体を横たえました。ママ、僕頑張ったっきゅよね。褒めてくれるっきゅよね。そして彼はゆっくりと目を閉じたのでした。いや、死んでないよね。大丈夫だよね。ねえ、小さな体に背負った重大な使命を果たしたことを誇りに思いながら、いや、タマラいなかったら世界滅びてたからね。マジでこの王国の人たち全員に感謝を。ありがとう。いや、なんだよマリオ。ちょっと泣かせるじゃねえか、ちょっと壮大なストーリーでねえ。というわけで、じゃあ皆さん今回ここまでにしましょうか。1500年を超えたね、たまらの思い、ちょっと感動しちゃいましたね。というわけで、次回はなんだろう、ミスター L の話またあるんでしょうか。あいつかませ犬すぎて分かんなかったわ。また新しいハメールストーンを探したりとかするんでしょうね。お楽しみに。それでは次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様。じゃあね。